Take a chance now, so stand up, don't let it go. Don't give up now, it's your place to go.JTBC ミャンマーブースに来ています、イエトゥンさんとメイユーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず先に出展されている対日観光促進委員会ミャンマーについて簡単にご説明をお願いします。はい、私たちですね、ミャンマーの現地の旅行会社が集まって2007年からチャーターの方で参加しております。はい、ではイエトゥンさんの考えるミャンマーの魅力は何でしょうか。まあ、日本の皆さんが忘れたようなところを案内したいと思います。あの仏教と一緒に生きる生活、それをその生活をしているミャンマーに、あのぜひ日本の皆さんに案内してあげたいと思います。ちなみにミャンマーのおすすめのスポットはどこですか。はい、ですね、あの世界最大の宝石の方と、あとはミャンマーの方、ミャンマーのビーチリゾートですね、あの綺麗なビーチリゾートがあります。日本人の観光客にはあまり知られてないので、これからもっとミャンマーのビーチリゾートの方をもっとピアしたいと思います。いいですね、ビーチ。ちなみにご飯は、はい、なんか美味しいのありますか。ミャンマーもご飯の食文化ですので、日本と同じですね、チャーハンが美味しいです。ミャンマーに来られたお客様の中でミャンマーの食事が食べれない、ミャンマーの食べ物が食べれないというお客さんがいませんので、いませんでした今までですね。ご安心してお越しください。いいですね、なんか行きたくなってきました。では最後に、はい、対日観光促進委員会ミャンマーが提案する新しい旅を一言でお願いします。あ、それは Let's Journeys Begins です。お、英語ですね。旅を始めましょう。ミャンマーの旅を始めましょう。これはどういう、ミャンマーはあの今までみんな知られてないようなあの穴場でありますから、この穴場を早くあの来る者たちで、あのミャンマーにぜひともあのお越しくださるようにお願い申し上げます。そうですね、あまり日本人としては馴染みのないミャンマーっていう国なんで、ね、これ聞いてすごく行きたくなりました。ありがとうございました。はい、お待ちしております。はい、イエトゥンさん、メイニューさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上 JTBC ミャンマーブースからでした。